今日は、このコースからやっていくる。水浸し線の観光。今のところ、エコーかける必要あったか？もう、マリちゃんわかってないね。いやまあ、大体わかるんだが。本当に？じゃあマリちゃん言ってごらん。とりあえず、そのマリちゃんっていうのはやめろ。仕方ないな。それじゃあ、マリちゃんがちゃんと当てられたらやめてあげるよ。なんでそんなに上から目線なんだ？まあ、当てるから別に構わないんだが。それではマリちゃん、答えをどうぞ。ほら、あれだろ？どうせ、いつもの最初の挨拶のネタが尽きてきたとか、そんなところだろう？ファイナルアンサー？お前もう少しポーカーフェイス頑張れよ。ああ、ファイナルアンサーなんだぜ。おい、ちょっとタメが長すぎじゃないか？え、何のこと？ほら、早くちゃんと実況していこうよ。ここから先は、沈没船の中にいるっていう設定なんだね。うん。すごい表現力だよね。マリちゃんもそう思うでしょ？こいつら正解だったもんだからさっきのことなかったことにしてきやがったー。今のテレサのギミックとか、よくあんなの考えつくよね。ね、マリちゃん。まあ実害があるわけでもないし、こいつらの好きにさせてやるか。このコースは、表現力がとにかく素晴らしい感じだよな。砲台とかも沈んでるっていうことは、この船は海賊船とかだったのかな？海賊船、沈没、ジャック。うわやめろヨウム、それ以上言ったら大変なことになってしまうんだぜ。ヨウムがヤバいこと言うもんだから、こっちもなんかヤバい雰囲気になってきたよ。じゃあビビりだー。左右から迫ってきて、思わず回れ右をしてしまうとこだったんだぜ。このテレサは、この船で亡くなった方たちなのかな？お前もさらっと怖いことを言うんじゃないぞ。やっと戦場に戻ってこれたよ。早く、こんな場所とはおさればしようよ。マリサ、このコースはどうだった？本当は、撮影してない時に遊んですごく面白かったから、撮影用にもう一度やり直したんだぜ。それくらい感動したってことだね。それじゃ、次のコースをやっていくる。これはまたプレイヤーの性格がよくわかるコースだね。すぐそこにか弱いクリボーが一匹。あ、靴が汚れちゃった。最低だなお前。別にあんなの一匹くらい、どうっていうことないでしょ？霊夢、友達やめてください。なんじゃこりゃあ。今までにお前が潰してきたクリボーの怨念が、お前に復讐しにやってきたんだぜ。見てろよ。次こそギッタギタのメッタメタにしてやるー。そこのお前、早く鍵をよこせ。渡したら踏まないでくれますか？そんなわけないだろ早くよこせ。ほら、実は上からショートカットできるんですよ。届かないじゃないかこの野郎。嘘なんて言ってまじゃあー。霊夢、私も友達を辞めたくなってきた。自分たちが生き延びるためには、仕方のないことなんです。シリアルキラー霊夢。ほらほら、貴様らさっきのお返しだ。苦しいか？苦しいよな。ならさっさと鍵よこさんかーい。まさにやりたい放題。ひどすぎるな。これで視聴者さんが減ったら霊夢のせいだからね。すいません死んでお詫びします許してください。でもそうなると、どうやってクリアしたらいいんだろう？あ、結局そいつは倒すんだな。そういえば、さっきそいつが、ほら、実は上からショートカットできるんですよ。とか言ってたから、行ってみますかね。結構ふだってしまったのでカットしました。思ってたより登るの大変だったね。あれ、でも何もないよ。もしかして、さらに上があるんじゃないのか？そんなわけで、またふだってしまったので、カット入れます。かなりうまく三段ジャンプ決めないと、届かない高さだったね。隠しルートっぽいし、そう簡単に行けてしまうようじゃ困るからだろうな。それではお邪魔します。あれ、この感じは？え、まさかね。早く行け、お邪魔します。お、やっぱりちゃんとゴールに続いてるみたいだよ。天国に続いてるんじゃないかと、少し心配してたんだよな。だからこっちが正解だって言ったじゃないですか。今なんか聞こえなかった？霊夢さん待ってましたよ。あ、なんだでっていうか。おいでっていう、このコースはどうだった？そうですね、餌がそこらにたくさんゴロゴロしていて最高です。今回は不快にさせてしまった方がいたら申し訳ありません。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。